キットラジオマーケティングあれこれ雑談。映画業界お役立ち情報満載のリサーチメディアキックレポート編集部のターニャです。よろしくお願いします。この番組は映画の宣伝プロデューサーが日々考えていることを話す番組です。マーケティング目線で世の中を見ると見えるものが変わってくるということで、木こりの木村さんをお招きして放送しております。木村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。木村さん、今日話すことがあんま決まってない、はい、どんな話しましょうかね。そうですよね、なんかやっぱりちょっと宣伝に絡んだようなお話がいいかなと思ってて、はい、テレビ CM の効果みたいなところの話がいいかなと思ってるんですけど、なんか最近最近でもないけど紅白の視聴率とか大河の視聴率とかって、はい、ヤフーニュースとかで出てくるじゃないですか。史上、はい、最低視聴率とかって、ああいうのよく出ますよね。あと日経とか見てても、ね、テレビ局の収入が毎年下がってますみたいなのが出てるじゃないですか、はい、ちょっと気になりますよね、このテレビ CM って。そうですね、どうなの、効果あるのまだみたいな。はい、なんかそんな話しようかなと思うんですけど、どうですか、うん、ターニャはテレビとか見てます？最近テレビはつけちゃうタイプなんですけど私、うん、でも結局見てないんですよね。流れてるみたいな感じでテレビは。なるほど、なるほど。はい、まあ、ちょっともう一段階深く考えていこうとすると、何を見てる時にどういう見方をしてるかって、ちょっと番組によっても違うと思うんですけど、確かに、はい、例えばドラマとかバラエティとか好きだから見てる、結構モチベーション高く見てるものって、まあこれ全部自分がそうだっていうことで言ってるので、皆さん当てはめるか分かんないですけれども、結構すごい見たいものってリアルタイムでは見ないんですよね。ちゃんと時間があるときに、はい、タイムシフトで、はい、CM を飛ばしながら、こう続けてみるっていうのが僕のスタイルなんですよね。でもそういうの多いですよね、そういうのライフスタイルになってる人も。そうですね、多いと思います、はい、じゃあスポーツはどうなのかっていうところでいくと、まあ、サッカーとか野球とかありますけれども、もう結果が分かっちゃったスポーツほど見ても意味ないもんないじゃないですか。ないです、はい。やっぱこうどうなんのかなっていう気持ちがやっぱりね、見たい意欲だから、はい、でもライブで見たいですよね。もう早く家帰ってテレビつけなきゃみたいなことになるじゃないですか。いや本当ですね、はい。じゃあその時に、はい、まあ、さっきのドラマとかバラエティはタイムシフトでもう CM は飛ばしちゃうから、はい、もうそこは CM 見ないんだけど、じゃあスポーツの時どうかっていうと、はい、やっぱり CM って、ね、長かったり意外と短かったりとかするから、はい、ちょっとチャンネル変えて戻した時にもう始まっちゃったりとかするじゃないですか。します、はい、だからやっぱりスポーツの時はあんまり CM 中でもあ、うん、チャンネル変えないんですよね。はい、でもその CM が一生懸命見てるかっていうとあんま見てなくて、その CM 中はなんかねスマホ見てたりとか、うん、そうですね、トイレ休憩タイムだったりとか、はい、なんかいずれにしろあんまり CM は見てないかなっていう印象に残ってないかなっていう感じがしますね。そうですね。あともう一個、ニュースっていうジャンルあるじゃないですか。はいはい、ニュースはなんとなく、あ、23時のニュースみたいなこととか、はい、朝のニュースとか、うん、なんとなくこう毎日の決まったルーティンワークの中でこう情報を集めたいっていう感じですよね、はい、頭の中の情報をアップデートしたいっていうこと で番組を見てるので、こうその中に出てくる CM の時間って、あ、なんかもうもったいないって感じじゃないですか。ニュース見てて CM になったら、あ、じゃあ裏の番組何やってるかなってこうザッピングして、もっと情報ないかな、もっと情報ないかなってこう探したりとか、はい、それでなかったら元のチャンネルに戻して CM 終わるまで、うん、こうスマホで
ニュースとかいろんなものを探ったりとかして、もう情報収集タイムだから、とにかく情報収集しますよね。はい、そうですね。だからやっぱりそこも CM あんま見てないんですよ。そうすると結果あんまりCM 見てないから効果なさそうって思っちゃうじゃないですか。そうですね、うん、思います。そうですよね、思って聞いちゃいます。なんか、はい、そうなんですよ。でもね、僕はの、僕もいろいろそうだよな、はい、もうテレビスポット打たなくていいかなみたいな時期もあったんですけど、はいはい、結果今は、はい、テレビ CM は効果があるって、あの僕の中の結論なんですよ。なるほど。そう、でもね、まあその結論なんで至ったかっていうのもお話しする前にちょっと言いたいのが、もうね、最近ちょっとね、あの怒ってんですよね。怒ってどうしたんですか。そうだって、テレビ CM ってめちゃくちゃ高いんですよ、はい、全体の宣伝費の中でもすごい比率を占めるんですよね。なるほど、はい、ある程度効果があるぐらい CM 出稿しようと思うと、うん、はい、何百万じゃないですよ、何千万ってかかるんですよ。それだけの、そう、はい、それだけのお金を投下するって決めるって、やっぱ腹くくんないと出せないし、そこがそれが効果があるのかなどうかなみたいな気持ちじゃ出せる金額じゃないじゃないですか。いや、だからテレビは効果があるっていうのに結論を出して出稿してんのに、はい、テレビ見てるじゃないですか、はい、で CM に触れたいから見るじゃないですか、はい、そうすると、はい、びっくりするのが、こうテレビ局がネットに視聴者を誘導するんですよね。例えば、あ、なるほど、そう、はい、テレビドラマ見るじゃないですか、でその後に CM が流れるぞと思って見てるじゃないですか、はい、そうすると、もう一度見たい方は TVer と言うんですよ言いますね。そう、必ず言うんですよ。そうするとあれって、もう一度見たい人は TVer へって言いますけど、はい、同じ番組2回なんて見ないですよ絶対に見ます？見ない、確かに見ないです。絶対見ないですよね、あれね。ちょっとね、もう一回見たい人用に宣伝してるって思わせてるけど、実はネットで見た方が便利だから、はい、来週以降はネットで見てくださいねってテレビが宣伝してる話なんですよあれ絶対に。なるほど。そうだから、せっかくテレビの方が効果あると思ってお金払ってんのにもかかわらず、そのテレビ局がネットの方がいいよってバンバン宣伝してるわけですよ。なんかもう嫌になっちゃって、はい、確かにお金返してほしいんですよね、半分ぐらい、またはちょっと負けてほしいなと思うんですけど。なるほど。でその TVerTVer って言ってるから、じゃあ TVer に広告出そうと思うじゃないですか、はい、またそれはそれで何百万かかりますから。なるほど。一回聞いたことあるんですけど、いや TVer も確かに見てますね、あ、そちらも買っていただけますかみたいな話になるんですよ、大抵さんと話すと。なるほど、なるほど。そう、なんかこうちょっと損した気持ちがしてて。そうですね、確かに。まあでもそうは言っても TVer も効果あるよ、テレビも効果あるよってことだから、はい、まあまあしょうがないかという気持ちはありますけど、はい、まあ話を元に戻して、はい、僕はテレビが未だに効果があるっていう理由、はいはい、で言うと、まあ、全体的に考えるとやっぱり視聴率どんどん下がってるし、大型テレビも売れなくなってるし、はい、こう年間50万人ずつ日本人は減ってってるわけじゃないですか、はい、そうするともう絶対数として下がらざるを得ないっていうのはもうしょうがない流れだと思うんですよね、はい、で最近のこう事情で言うと、テレビは、ね、大画面で見るっていうことじゃなくてもパソコンでもいいし、はい、プロジェクターで壁に映してもいいし、このリビングの中にでっかいテレビが置いてあるっていう、その日本のお茶の間のスタイルもちょっとずつ崩れてますよね。そうですね、でも今はまだお茶の間に大型テレビがある時代だから、これがもう世代が変わって本当にリビングからテレビが消えていく時代になったら、本当にテレビの効果っていうのは変わってくるような気はしますけど、まだね、そこまでじゃないと思ってるんですよ、なるほどなるほど。
だからそのお茶の間にテレビがあるっていう効果がどういう時に発揮してるのかっていうと、はい、僕ねテレビの役割ってさっき言ったドラマとかバラエティを見る娯楽っていう役割と、あとはニュースとかワイドショーを見る情報収集って役割と、もう一個ね気づいたんですよ。こうテレビはこう気まずい空気を解消するための装置、はい、なるほど。そう、実はここが一番その CM が効くところなんじゃないかと思って、あどういう時かっていうと、はい、例えば結婚してる人が、はい、こう相手の奥さんの実家に年に何回か帰りました、はい、一通り挨拶しますよね、うんうん、終わりました、はい、もうそんなの10分15分ぐらい15分も持てばいい方じゃないですか、はい、最近お仕事どうなんですか、はい、いやいや、ぼちぼちですよなんて言って終わるじゃないですか、その後ですよ、じゃあご挨拶も済んだんで失礼しますってわけいかないじゃないですか。やっぱこうその日そこに泊まらなかったとしても、まあ、最低 1,2 時間はそこに滞在してないと。そうですね。いやなんかちょっと逃げるように帰ってったよで言われちゃいそうじゃないですか言われますねそれは。そうするとそのリビングに相手の親御さんと一緒に過ごす時間があるわけですよ、はい、なるほど、はい、そうすると気まずいですよね。気まずい、ネタもないですよね。ない。その時テレビついてたらどうです、もう救世主ですよなるほど。そう、そうするとその時どんな番組がついててもいいんですよ。確かに内容じゃないからはい。でもそこで出る話題はもう話すことない時に出てくるのは、ああこの人最近よく見るね、誰だっけみたいなこととか、はいはい、あこの人が出てたこの間のドラマ盛り上がってたよねとか、そこの中から話題を見つけてちょっとずつ喋るわけじゃないですか。はい。アンド、はい、テレビ CM の時にその相手のオタクのリモコンを手に取って、はい、ちゃっちゃかザッピングするってことはまずないですよね。ないですね。絶対ない。はい。ラーメン屋のチャンネル権でさえこう個人が支配できないわけだから、他人の家のチャンネルの支配権はないから。いやそうですね。そう CM が流れててもみんなで CM に注目して見てるわけですよ。確かに。で CM でさえネタにする。いやこの CM 面白いねとか。確かに。そうですね。その時間帯はめちゃくちゃ CM の注目率が高いはずなんです。高い、めちゃくちゃ高いですね。そうでこうみんなそのサザエさんみたいな仲のいい家族ばっかじゃないわけですよね、はい、うちも本当それそんな感じの家族ですけど、そんな喋ることみんなね無口だからそんな喋ることもない。ああなるほど、はい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 。でまあその親戚の家とかじゃなくて、じゃあ自分のファミリーだけ考えた時にも、はいはいはい、家族団らんの時間なんてもう今あんまないですよね。パーソナルになってるから、うん でも同じ場所に集まんなきゃいけない時間帯っていうのがあるじゃないですか、はいはい、ご飯の時、そう夕飯とかね、こうみんなバラバラの時間に食べられちゃったらもう本当お母さん用意するの大変ですよ ね、 うすね、うん、みんな一瞬食べてよってなるわけじゃないですか。だからもうみんなこうね楽しくあのお父さんと一緒に食べたいから時間合わせて何時ね夕食じゃなくて、もうしぶしぶその時間になると集まってくるわけですよね、リビング。はいはい。やっぱこうさっきと同じ効果でこう、はい、どうなの学校なんて聞かれるのも嫌だし、はいはいはい、聞く方もそんなに聞きたくて聞いてる可能性わけじゃないパターンもあると、はい、やっぱこうテレビがついてるとなんとなくこうぼーっとそっちに意識を持っていくことで気まずい雰囲気が解消できるわけじゃないですか。確かに。だからそれが毎日毎日夕食の時間帯とあと朝の時間帯、はいはい、朝はまたね別の役割がテレビはあるんで、そのニュースとかだけじゃなくて天気を知りたいとか、はい、
こう電車の遅延情報が知りたいとか、あるいはこうザッピングしてみるっていうよりももうつけっぱなしにしといてってことだから、そこの CM も飛ばされないですよね。でも朝の時間帯は画面にこう注視しているわけじゃないから、朝の時間帯に流すテレビ CM はちょっとこう音重視で振り向かせるようなことがより大事なんじゃないかなとか。なるほどなるほど。そうだから、どの時間帯、どの番組に流れる CM なのかによってちょっと作り方も変えるとより効果的かもしれないですよね。なるほどなるほど。どうですか、ターニャの家はね、家族みんな仲がいいから、そんなこと気まずいことなんかないですってことだと分かんないかもしれないですけど、どうですか。そんなことないです。でもやっぱ実家にお正月とかも帰ったんですけど、なんかやっぱテレビの存在感あるなってやっぱ改めて感じたのは本当まさにで、やっぱすっごい録画してるんですよ、うちのまず親たち。びっくりしてすっげえ録画してて、どうもう自分の気に入った番組とかやっぱやってるから、すげえテレビってまだすごい。でしかもやっぱその親同士の会話のなんかネタになってるんですよね、食卓での、だからで CM も一つ一つなんか突っ込んでるんですよ、うちの父とか。やっぱさっきゲラさんおっしゃってたこの人何に見たっけとか言って声かけてきたりとか、やっぱなんか全然なんだろう、あテレビはまだまだ生きてるなって私は結構感じたのはあるので、まあ今そのそれこそ形は変わって、まあ若い人とかはなんかまあウェブの方が強いとかあると思うんですけど、おっしゃる通りまだまだなんだろう、超衰退してるわけではないんだなっていうのは思ったお正月でした、私は。そうですね、はい、よかった、ありがとうございます。いや本当まさに実家を思い出しましたって感じです。そうだからテレビスポットは打ち方考えない。そうですね、無駄打ちにもなることもあるよってことと、はい、あとテレビ局はこうなんとなくネットに人を誘導しようとしてるから、こうタイミング見て、こういつかその日は来るのかなみたいなことも考えながらテレビスポット発注した方がいいのかなとか思ってますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。でもそうですね、時間帯によっても人の行動が違うから、朝はやっぱ忙しくしてるし、夜は結構座ってるしっていう形で言うと、確かに打ち方すごい重要だなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日もこんな形で終わりにしたいなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ではきっとラジオではリスナーの皆様からのご質問を募集中です。概要欄に記載のメールアドレスに日々の生活に役立てたい、こんな話を聞きたいなど、ぜひお送りください。今日もありがとうございました。ありがとうございます。